こんにちは。今日は歎異抄を読むの第20回になります。これまで、第13条まで読んできたんですけども、今日は14条、残りは18条までですから、14、15、16、17、18と、ほぼ3分の2が終わったとこでしょうかね。でこれは毎回お話をしていますけども、これは私が古典を読むという試みです。それは何かというと、印付けという方法を私は考えていまして、古い文章、古典の文章でもきちんと区切りをつけて、それこそ小学校4年生ぐらいの文節で切って、意味と意味を考えながら読むということをやるわけです。現代文でしたら、大人になればある程度読めると。しかしこういう古い文章になりますと、我々大人でも、もう一度原点に帰って読んでいかないと中身がつかめないと。でそのつかむための手がかりになるのが印付けという方法でありまして、文節を区切りながら主部と述部を掴んで、どういう意味なのかを理解していくという、そういう方法なんですけどね。ですからこれは私が歎異抄を解説するとか、あるいはその仏教思想について語るとか、そういうことではなくて、本当にその素人といいますか、ごく普通の人がこういう文章に向かって、理解をしていく過程を皆さんに恥ずかしながら見てもらおうと。そして一つ誇れますのは、その区切りをつけたものを私は、声に出して読んでみると。で私が理解した限りのところで声に出して読んでいくという、そういう方法をお見せするわけです。では、中身に入りましょう。歎異抄の第14条ですけども、でこれもね、一応言っておかなきゃいけないのでしょうが、これは親鸞聖人が語ったその仏教についての考え方を、弟子の唯円ですね、唯一の唯に、円、10円20円のあの円をつけた唯円という人がまとめたものであると。ですからこの中に、親鸞聖人がこう言ったとか、こんな時にこういうことをしていたということが出てくる。ですから唯円の書いた文章を通じて、親鸞の行動や思想がわかるという、そういうふうに評価されている、文章ですね。では読んでいきましょう。でまず大事なのは切れるところなんですね。だから文が文節がつながっていればどんどん読んでいけるんですけども、途中で俺って考えたところで止まって、そこに区切りをつけると。でその切れたものがどこへつながっていくかということが大事なわけで、それが印付けの中心の方法です。1年に80億個の重罪を滅すと信ずってべしということ。1年にというのは多分、ずれちゃったね。1年にというのは、ひたすら一つの思い出と。1年に80億個なんでしょうかね、この80億号っていうのかな、5個の擦り切れっていうのを聞いたことありますけどな、非常に、重罪を滅すと信ずべし、80億の何か悪いことでしょうかね。80億号の重罪を滅すと信ずべしということ、これ信ずべしということはここでくくれますね。一つの思いで、その大変な、大変な量と考えておきましょう。何かの量ですね。その重い罪、重罪、それでいいかなということ。この下りは重悪五逆の罪人、日頃念仏を申さずして、ここまで読みましょうね。この下りというのはこの冒頭に書いた下りでしょう。でこの
下りというのは十の悪、五つの逆。これも多分ね、あの中で書いてあるのはいろいろな悪事といいますかね、その五つの悪いことと、そういう罪人、罪を持った人が日頃念仏を申さずしてと、念仏を、日常的に念仏をしないでと、命寿の時、寿命でしょうかね、死ぬ時になって初めて全知識の教えにて、ああそうか、もうそろそろ寿命が尽きるな、死ぬ頃になって何か良い知識を教えられて、一年申せばと、しっかり念仏、この一年は、一年にっていうのはもう真剣にっていうことかな、真剣に念仏を、すれば80億光の罪を滅しと、罪がなくなる。10年申せば、これが比較になってますね、1年と10年、そう、10年申せば80億光の重罪を滅して往生すと言えり、つまり1年というのは、まあ真剣にっていうんでしょうけど、その10倍真剣にやれば 10倍の80億光の罪がなくなるんだと。でこれはっていうのはこの理屈ですね。これは切ります。十悪五逆の凶重を、凶重です、軽い思いを凶重と読ましてる、凶重を知らせんがためにね、十悪五逆の凶重、軽い思いっていうんですけどね、それを知らせるために一年十年と言えるか、つまり、罪がたくさんあるんだから十年しなきゃいかんと、まあ80億だったら1年だ、それを軽い思いの差があるのだろうかと、問題提起みたいな気がするね、1年10年と言えるか言うのかと、次は現在の利悪と読むかな、現在の利悪なり、これは答えでしょうか、罪が減るということの利悪があるんだと、それは未だ我らが信ずるところに及ばず、そのゆえはっていうのはなぜならです、我らが信ずるところに、それは我らが信ずるところに、その刑重だとか1年10年っていうのは、罪が減るということがどうも納得がいかないっていうんでしょうかね、その理由はです、そのゆえは弥陀の光明に切ります、照らされ参らするゆえに、なぜなら阿弥陀様の光り輝く光に照らされて、行くのだからと、ゆえに照らされることなのだから、一念発起するとき金剛の真人を賜り塗れば、一念発起、思い立つっていうのかな、とにかく一念、一つの決意といいますかね、発起するとき金剛の真人を賜り塗れば、そうしたときにもしっかりした、真人、信じる心をもらえたんだと、与えられたんだ、だからすでに成就の位に納めしめたまいて、つまり成就という何かのその救いの位でしょうかね、そこに、位につけたんだと、明寿すれば、これは命が尽きれば、もろもろの反応悪性、煩悩かな、煩悩じゃない、煩悩悪性を転じて無性人を悟らしめたもうなりと、そういうことになって命が終わるなら、いろいろな苦しみだとか悪いことが、転換してと、無性人、亡くなる、
生きる認める無承認、無承認を悟らしめたもなる。つまり罪だとか何かがなくなって、自分のある種のもう悟りって言っていいのかな、そういうものが、得られるんだと。この悲願です。この悲願増し増さずば、そういう願いが、増えてこなければ、かかる浅ましき罪人、かかるはね、こんな浅ましい罪人、いかでかどうして生じ生き死にを解脱すべきと思いて、そういう罪のある人がどうやって、生き死にを解脱する、つまり生き死にの世界から、そこにこだわらずに行けるかっていうね、そういうことを、一生の間申すところの念仏は皆ことごとく如来大悲の恩を報じ、すべてことごとくはすべてです、念仏することはみんな如来大悲の恩を報じ、その恩が得られて徳を射すと思うべきなり、つまり一生を通じている行う念仏はもうそれぞれが如来の恩を受けて徳を感謝できるというものなのだと。だから念仏申さんごとに罪を滅ぼさんと信前はと、念仏をするときに罪を滅ぼそうと信ずるならば、すでにもう我と罪を消して往生せんと励むにてこそ候なれと。だからそういう思いでいけば往生できるというふうに、しなされと。もししからば、そうしないと、もししからば、もしそうでなければ、一生の間思いと思うこと皆生死の絆にあらざることなければ、命尽きんまで念仏退転せずして往生すべし。もしそうしないと、一生の間思ってることと思うことと皆生死の絆にあらざることなければ、みんな自分の生死のつながりから離れてしまうというかな。だから命が尽きるまで念仏をやめずに続けなさいと。で、ただしが来ます。ただし合法限りあることなればとは言っても、それは続けることはなかなか難しいということかね、限界があると。だからいかなる不思議のことにも愛、思いもしないことですね、不思議はね、にも出会って、病の苦痛です、病気悩み苦しみ痛みを責めて少年に応せずして終わらんに、を責めて少年に応せずして、本当の願いかな、届かなくて終わったとしても念仏することはなかなか難しいと。で、その間の罪はいかがして滅すべきや、その間に念仏をやめちゃったりした時に罪があったのは、どうしてそれを減らすことができるか。罪消えざれば、罪が消えなければ往生は可能べからざるか、罪が消えなかったら往生できないのかと。そして摂取不捨の願を頼み立てまつらば、摂取はですね、不捨、摂取は取る、自分が受け止める、捨てない、そういう願いを信頼する、頼み立てまつる、信頼するならば、いかなる不思議ありて、本当にどんな思いもしないことがあって罪業を犯しですね、念仏申さずして終わるとも、念仏しないで罪が終わったとしても速やかに往生を遂ぐべしできるんだと。また念仏の申されんも、ただ今悟りを
ただ今悟りを開かんずる木の五か木か近づくに従いてもと、また念仏ができなくてもただ今悟りを開けそうだという時期が近づくに従っていよいよ弥陀に頼みをしてご恩を報じ奉るにてこそ総羅わめ、悟りが近づくような気がしたらますますしっかりやりなさいということでしょうかね。罪を滅せんと思わんは自力の心にして、だからこの自力がね悪いことなんですよね。だから自分でそれに自分にあの罪を減らそうなんていうことを思い込んじゃうっていうことが逆に辛くなるだろうと。で仏教っていうのはある種の諦めというのは言い過ぎだけども、あの任せるというね、自分でその悪あがきというと大げさだけども、ちょっと無理に辛くしなくていいよと、もっと楽になりなさいということがとも言われてる感じがしますね。臨終正念と祈る人の本意になれば他力の信心なきにて候なり、他力の信心、このあたりが、繰り返し言われてることかなと思いますね。もうあのうろうろですけども、とりあえずは通して読んでこれで終わりにいたします。一年に80億公の重罪を滅すと信じずべしということ、この下りは重悪五逆の罪人日頃念仏を申さずして明寿の時初めて全知識の教えにて一年申せば80億公の罪を滅し、10年申せば10、80億光の重罪を滅して往生をすと言えり、これは重悪五逆の凶獣を知らせんがために1年10年と言えるか、滅罪の利益なり滅罪の利悪なり、いまだ我らが信ずるところに及ばず、その家は弥陀の光明に照らされ参らするゆえに一年発起するとき金剛の信心を賜りぬればすでに成就の位に納めしめたまいて明寿すればもろもろの本能悪性を転じて無承認を悟らしめたもうなり、この悲願ましさずばかかる浅ましき罪人いかでか生じを下脱すべきと思いて一生の間申すところの念仏は皆ことごとく如来大悲の恩を報じ徳を射すと思うべきなり、念仏申さんごとに罪を滅ぼさんと信前はすでに我と罪を消して往生せんと励むにてこそ候ろうなり、もししからば一生の間思いと思うこと皆生死の絆にあらざることなければ命尽きんまで念仏大転せずして往生すべし、ただし合法ある限りあることなればいかなる不思議のことにも合い、また病の苦痛を責めて少年に応せずして終わらんに念仏申すことかたし、その間の罪はいかがして滅すべきや、罪消えざれば往生をかなうべからざるが、摂取不赦の願を頼み立てまつらばいかなる不思議ありて御罪業を犯し念仏申さずして終わるとも、速やかに往生を遂ぐべし、また念仏の申されんもただ今悟りを開かんずる木の五の近づくに従いてもいよいよ弥陀を頼みご恩を報じ奉るにてこそ候ろわめ、罪を滅せんと思わんは自力の心にして
臨終少年と祈る人の本意なれば、他力の新人なきにて候なり。というところで終わります。ありがとうございました。